おはようございます。10月15日なんですけど、今日の荷物がまず背負ってるリュック、映ってるかな、スーツケース、バッグ、三脚、左手でこいつをやりながら肩に物を背負ってカメラを回すという作業になっております。しんどいですね。やっぱストーカー来させるべきだった。東大阪市和解東町付近を散歩でございます。タクシーいるかな。この荷物持って歩くの大変だしな。散歩なのになんでタクシー使うねんって話なんでしょうけどね。乗れますか、これ乗れます。あ、回送になってる。大丈夫ですか。 YouTuber です。あ、はい、どうも。終わった。ケツやん、2番目に来てね、ケツやん。ということでオープニングいきます。5、4、3、2、1。はい、おはようございます。はい、一人だとテンションが低い、そんなことを最近技研で言われるジャイロ君ですが、テンション上げようとさ、ね、一人で壁に向かって喋ってるようなもんだから、さすがになかなか上がんないのはあるんですよ。これはね、演者をやればわかります。だから次ストーカー君にピンでどっから行かせてピンで収録させたらどんなことになるのかなってのを実験してみたいですね。はい、文句言うならやってみろ。そういうなことはさておき、本日の抽選番号はこちら20で、前回来た時は冬のそなたでおそらく6、僕の後に打った視聴者さんから DM で5、6、多分6だと思います。 5、6確定かな、6確定かな、どっちかの映像も来てたので、でおそらく6でしょうね。でやはりこのお散歩先は設定機付きが強いので、番号が早ければ設定機付きを考えたんですけども、この番号だと設定機付きに走って取れなかった場合にリカバリーが効かない。正直明日ちょっと愛知の方に行くんで、長々と粘れないんでね、できれば設定機付きでさっさと絵を撮ってっていうのを考えてたんですけど、で前回来た時はミドルのポーズの漆黒弦とある画廊あたりが良かったので、まず入ってすぐあるミドルコーナーをチェックして、そっからちょっと設定機付きの方という、最初ミドル、その後は設定機付きの状況を見ていきたいと思います。では整列が始まったので実践開始まで時飛ばし。はい、今状況を見ております。でガロが今キープしてるところが一番良かったので、多分ここだと思います。で他のミドルも今見てるんですが、あ、バカボンあんのか。ちょっと微妙だったらバカボンも打ってみるのもありかな。無双3はなし、とあるもうちょっと。はい、10月15日ですね。改めて、あ、マクロスあんの、設定機付き、あ、まだ空きあるんだ。あ、嘘なのありだな。あ、ターミネーターもどっちにしよう。ちょっとガロ行こうか。いやーでも設定機付きった方がいいのかな。打つんだったら冬ソナとかなんだけど、難しいんだよね、設定機付き狙うかこっち狙うかって。多分今日の状況だとすぐに台取られないと思うから、じゃあ打っていきたいと思います。さっき入場前にデータ確認したら、どれも U タイムまで結構遠かったので形だけ見て決めました。ね、左から3番目のこれが一番サイズがでかく、他の部分も合格点上げられたので、まずはこれで、こいつはパスワードを入力しないと乱数がサボるんで、絶対サボります、こいつら。今トリガーかかったからスーパーですけど、大砲かな。そうだよね、でロングリーチで外れですね。嘘でしょ、出てこないから高岡さんなの。これはもらいか、赤コロンからだぞ。これ当たったんじゃないか、もう全回転行くんじゃないか、筆出てこない、多分行くと思うんだよ。ほら全回転、
今すげえびっくりしたけど、赤炎って2D 濃厚、2D 以上濃厚のはずなんですよ。で、甲賀さんの絆も出てきそうになってガチでたから。ミナーレだ。貴様の因果、俺が断ち切る。やりましたね。とりあえずぶち当てでやりました。で、これが一番よく見えたんですけど、ね、最初の4000発ぐらいまでは20回ってたんですけど、ちょっと落ちてきたら18ぐらいまで落ちちゃってますね。で、早く着いた。やべ、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 これ終わった。ああ、よかった。1なら大丈夫かな。やべえ、でもこれ今何俺ポケット打ってんの。2発打っちゃって、2発目がスルー通過して早めに拾われちゃったからちょっと怖かったけど、多分1なら大丈夫。レインボー、嫌いなパターンだ。上に魔界ゲートで、魔界ゲート2つでしょ。でも魔人ゲートがないからなんとかなるかな。魔界、魔界、魔人が死ぬんだよ。1番回れ。超反省しなきゃいけないよね。あー、強攻撃だ。1で死ぬか。やべ、ボケとして普通に打っちゃった。右、僕単発打ちでスルーに弾が通んなかったらまた単発打ちでやってるんですよ。あれ超、あれ超量って、あれ、あ、今日だよね。いや、ここで1だからなんとかなったりしない。生きろ。やっぱりね、早めに拾った弾は死ぬね。流星が流れなかったら復活しねえんだけど、流星もスーッと見てねえな。なんでレアが2つもあんだよ。レアが2つもあんなら復活しろ。いやー、何俺ポケット売ってんだろう。はい、ただいまです。で、角か角さんかだね。で、角さん取ったんですよ。さっき単発食らってたんで、やめないか、やめるんじゃないかなと思ったらやめなかったんで、飯休憩行ってから戻ってきたらやめることをしかしてたらやめてたんですけど、隣の子が座ってました。立ち回りミスりましたね。これ今日完全にミスですね。いい台あったのに。で、回転率が分かりました。左角のこれ、あの、セックスしか見れないっていう人のためにもこの技術を教えておきますね。負け続けるのは今日で最後にしてください。はっきり言って、これはお金取って教えるレベルで、普通だったら無料でこんなことを教えるエンジェルアイテムはいません。どうやって分かったかっていうと、データがあるんですよね。まあ、こういう風なデータだったり、例えばデータの履歴を見て、ガロって出玉が安定してるんですよ。単発は350発、ラッシュ値は10ラウンド1400発なんで、あの台11連してるんですよ。初回の出玉350出す、11連のうち初回1回だけ350じゃん。残り10回、11連のうち10回右なんで14000足して14350発で、2回目の初当たり
が単発だったら350発だったんですよ。あの台が12回当たってるんですけど、ソータルで吐き出した弾が、払い出しで弾が14700個で、僕小汚いから持ち玉見たんですよ。7500個あったんですよね、そこのその段階で。そうなると7200発打ち込んでる、打ち込んで当たったのが595回転だったんですね。7200個打ち込んだってことは、7200個というと4円で4かけると28800円で、595回転で当たったんで、595回転を28800円で割ると 20.65、 20.7 って数字が出ますね。だから角の台はもう20.7 回以上回ってるのが確定してます。ですからセックスして気が読めない素人って皆さん素人を言い訳に逃げる人多いですけど、セックスして気が読めねえんだったら読めねえなりに、せっかくこんなスマートフォンがあるし、例えば行ってるお店でこうやって Google ダンクになんなりで、例えばパーラージャイロデータってやれば出てくることも多いんですよ。データが何回転回して何回連チャンしてみたいな。でそこから計算つっても算数ですからね、計算して回転率出して把握したりする、こういう努力も大事です。そういう努力も放棄するんだったら、もう勝つのは諦めてください。自分の立ち回りミスでイライラしました。チャンスか、激アツが欲しいな。あ、タイボードあるか、あるか、待望でぎじってるんで、できればここテンパっちゃってもいいぐらい、テンパって魔界騎士経由でもよかったんだよな。おそらくガル SP 濃厚なんで、なんで白なんだよ、魔天使ないし、魔獣か黄金騎士が出ます。やっぱ待望からぎじ1ぎじ2で待望出てぎじる、やらかしてるくせえけど、疑似1か疑似2で大望が出て疑似いったら、やっぱま、なんだ、ガロ SP は濃厚っぽいですね。いやー、わかんねえ。炎か、雷。うわー、これだと多分、賛成から外しちゃうか、回っ。いや、多分ダメだと思うんだよな。多分。あー、レインボーカーか、ここも青だったらいいんだけど、青は次のフラッシュガラワズアイが必ず出るサインなんで、青はって来ることがあるか分かんないけど、もう1回出ないだろうね、当たんないから。3回出たらチャンスなんだよね、ガラワズアイ。俺の経験上2回で止まっちゃってるし、歌はないし、ガロウ剣だったらいけるんだけど、出ないよね、当たんないから。これでもガロウ剣押し込めだったらなんとかなると思うんだけど、やっぱ強いの一つだけじゃ押し切れない台ですね。今スーパーチンコ結構いますけど、でそういう話してるとやべえことが起き上がった。ただなんか嫌な予感がする。ただ入り口としては完璧です。ガロフラッシュ赤が出て三角形の赤もあってのガロチャンスだから、これはちょっと当たってほしいんだけど、多分ルート。あ、行ったよこっち。でまずここの三角形が逆かどうかと、タイトル赤でよろしく。なんか白くせ、オッケーオッケー、赤。これなら行くかな。で5555みたいなゾロ目だったら鬼圧です。でキープして56、よし OK、 2345かな。こっちはチャンスです。これは言ってくれないと困る。フルメで、あ、でも行った。そりゃそうだ、当たってくれた。
追加2000円、197回転、9500円分で197回転ですね。で1で当たった場合、1で止まらなかったら3までそのままスクロールしてドンです。止まるな、超えろ、超えないか、震えない、いけ、入れ、ゴミのような300発という腕玉を僕も増や育てていきましょう。そろそろたまね、剣食ってきて、お前いつも仕事してんだ最近。あ、降ってきた、やっとだ、やっとワクワクが。ジップッシュのあの、オッケー、2段階までいけばまずはオッケー、3段階いったら最高だけど、頼む、まだ当たるならいいよ。ただ変動開始時チャンスもしくは激安がなくて、なんで白なんだよお前。ここまでは何とも言えませんね。うーわー微妙、まあ天使軍なし、じゃあ天運出ねえか。いやーくっそ微妙、賛成から、あ、すいません、これはちょっと無理かな。 2D2D2D2 目が痛い、どうせ風でしょ、外れるから回ってみろ、ほらネタで言ったのにやめてくれよ、当たんねえよ、多分当たんねえよこれ。ただ活路は握らせてます。聞いた話だと、ガロケンストックがないのに最後押し込めが出たら鬼奴らしいですね。今回はガロケンストックしてるからガロ SP の最後必ず押し込めなんですけど、ガロケンストックだったり剣をストックしてないのにガロケン押し込めが出たら鬼奴という話は聞いてます。確かに外れたことがないですね。ただめったに出ません、僕も1回か2回しか経験してないんで。ガロザイ、これなら、これならあるよ、五分五分ぐらい、もうちょっと高いかも。押す、押す、押してみる、やっぱ、あ、いった、震えろよお前。451回転説明、どうすかな、じゃあ戻る、じゃあ戻るか。ただいま、うん、やっぱこっちの方が若干左がへそが広いっすね。今日あれ最初ちょっと弱いかなと思ったんですけど、改めて店内見たら、あれ弦が見た目より回ってそうなのと、ガロも前代十分、これも 20.5 ぐらいまで上がってきてるし、あの一応僕の知ってる情報だと、あの鬼武者の設定スキーパッキングあるじゃないですか、はい、あれで終了画面で設定6濃厚の画面に出てます。ああ6出ました、 6で間違いなく、おお、ありがとうございます。あれね、最初店内見たとき、あ、ちょっと弱いかなと思ったんですけど、改めて見ていくと、弦の球の動きとか見てみたら、弦メトルね、見た目より良さそう。だから多分寝かせがいいんでしょうね。寝からも頑張ってるところは見受けられるし、ユニコーンも、あれ、めちゃくちゃ回るレベルじゃないんですよ。やっぱりまだユニコーンはどうしてもめちゃくちゃ悪レベルじゃないけど、他のお店で打つよりはいいって思える。で鬼武者から設定6でジャグラーからもいいのが新しく、今日ね上司は確かジャグラーが前代島があるみたいですよ。で次26日散歩来ます、で27日がお誕生日ということなんで、よろしければ来てみるといいと思います。なんかすげえロングバイブを感じたぞ。俺じゃないな、左右の台のどちらかだ。あれこれロングバイブ感じた時についたのこれかな。なんか今すげえロングバイブしたなと思ったけど、この保留の可能性もある。なんかめっちゃロングバイブ振動は感じたけど、俺この台だとしたら俺の言う超ロングバイブだった気がするんだが、でこれが超ロングバイブだとしたら刺さるんだよ多分。すっげえロングバイブした俺が。あ、これやっぱ超ロングバイブって当たりなのかな。でも外れたって声は聞くしね。おい刺さるのかよこれ。はい、ここでおさらいです。今打ってたらブーンっていう超ロングバイブがあったんですけど、多分この台のこの保留です多分。
ただ超ロングバイブにしては左右の台なのかな。今のパチンコ台ってさ、バイブが強い台があると分かんねえじゃん、自分のバイブかどうか。ただ超ロングバイブした時についた保留がこれだから、左右の台とか裏の台じゃなくてこの台がロングバイブしてた可能性が高い。外れんの？外れでいいよ。外れるんだったらここなんだよ。あと270で U タイムだから。でも当たっちゃうと思うんだけどな、超ロングバイブしてたとしたら。あ、外れ、いや当たるだろうな。やった、やったじゃねえよ。やった、多分超ロングバイブだと思いますね。俺の台でしたね。じゃあセックスして、今まず賛成柄が鳴ったよな。で赤柄フラッシュだね。疑似なしでもそんなに問題はないんですよ、強ければ内容が。今までのガロシリーズと違って 2D いく、ますますやべえ。赤オルになるよねここで。あー、これ当たっちゃうな。絆になるか。あー、また当たった。あー、3機 GSP だって。スザクいっちゃうじゃん。当たりです。やった、総投資67,500円か。全部揃いましたね。疑似なしでも問題ないですよ。やっぱね、やっぱ当たるとき炎が選ばれやすいです。これが完成しなくてもね、炎ってだけでやっぱ強いですよ。関係ないっていう人もいるけど、それはあの雑誌の数字とかそれしか見てない人なんで、絶対炎と風それぞれで信頼度が違います。フェイスが出なくてもね。暗黒騎士の野望、俺が砕くか。再び長き眠りにつけ。賛成柄あって赤ガロフラッシュあって赤放流になって、そりゃ当たるわ。今 50% 2回外してるじゃないですか。次ラッシュですよ。732回転か。通常癖、いや外れたらすごいよこれ。逆に外れる要素が一個もない。プレミアムが足りないだけ。はい、総投資67,500円。間違って7ビタ止まりしねえかな、そのまま。ここでまずスローになって、止まれや、止まる。あー、震えてる。次は油断せずしっかり打つから、ちょっと牙さんボコしてくるから待っててくれよ。やっぱ初代バトルタイプが一番人気があるんで、まずバトルでいくわ。で一発打って止めるんですよ。でスルーに入った球がここら辺でもたついて、これ大丈夫ね、大丈夫でしょ。ただね、俺こいつ今6回連続で逃げられてんだよね。先にボタンを押すかどうか、押さないで押し込む。もたついて OK。 4いいか、大丈夫だと思うんだよな。でもさっきの位置より自信はある。レインボー、
多分大丈夫。上が魔界じゃなく魔人ゲート、上が魔人ゲートってビビるじゃん。実は俺一番上が魔人ゲートは一番安心だと思ってる。だから見てろ、エンブレム来るから。はい、回った。すいません。おい、また即落ちすんのかよ。やった。なわけない、大丈夫大丈夫。あ、これ弱攻撃だ、多分弱弱です、弱攻撃です。あの豪快派みたいに剣光にパワー貯めたらこうで弱です。大丈夫大丈夫。で魔人ゲートから来た騎馬オーガだったらまだなんとかなるんですよね。弾けよ、ここで弾かないとちょっと怖い。うっそだろ、弱攻撃回避するときはあそこが多いんだよ。死なないで生きて。よし、だから言ったろ、一番上の魔人ゲートは怖くねえんだよ。バラバラで上が魔人だったら基本的にいけます。ダイがビビらせてるだけです、魔人ゲートで。ちょっと微妙、 0.3 秒早い。でも1パンク恐怖症。ダイやっても大丈夫だと思うんだけどな。さすがに2回もこのパターンで死ぬか。おい、牙出てくるの、また人間の因果。あ、相対、ただまだ分からない。大運大丈夫だけど1になれ。でザコほどさっさとぶっ殺すんで、ここでカウンター攻撃食らわせないとちょっと怖いです。ここでライター動かなかった、動け。よし、弱いモンスターほどあそこで倒します。これは初代からの法則、俺はそう思ってます。でライターが出てくるタイミングは魔獣特攻って言い切った直後です。あの後に画面が切り替わったらもう敵の攻撃になります。いった、大丈夫です。常に継続率が 81% ですとか言ってるレベルじゃ微妙だなこれ。でも、ま、上が魔獣だからまだマシです。はい、魔人、俺は一回エンブレムを完成させたいの。上が魔獣だからね 75%。ワンツーやるの忘れてるじゃん。すげえやりやすいこの台。あ、早い、 73% ぐらい。これちょっと、これちょっと早い。多分大丈夫、多分。じゃあホラーバトル行こうか。ただ魔獣だったらいけるんだけど。あ、星さん、あ、出た瞬間に星2か星3か星4か星5か言えないようじゃ三流です。二度とガロン打つなっていうレベルですね。やべ、そんなこと調子ぶっ込んでたらやべ。でここでこれだと多分食らって危機回避ですね。回避高度が弱いんでこの場合危機回避まで追い詰めます。ただし危機回避の期待度はちょっと高めだと思ってます。だろ、ぶっちゃけね、最後の一撃のタイマー攻撃って言うことないんだよね。もういった、これ絶対いった。はい、レインボー、大丈夫。ただね、魔人だったらいけたんだけど。じゃあもう一回魔人行こうか。魔人2つが一番強いと思います。これはもう 90% 超えてますね。あ、星4、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。あれね、星4のグループって結構や倒せるんで、ね、星4が星3に削られたのもでかいですね。はい、ドーン。あ、これ、さあ回避行動は剣か。失敗したら怖えんだよ。あ、震えてね。これ負けんの。回避行動が強くて食らうと死にやすいんだけど。今の要因は魔人ゲートが2つだったこと、俺が入れたタイミングがバッチリだったことです。普段の僕だったらビビってますよ。剣押し込めで回避しなかったから死ぬなと思うんですけど、基本はね。来た、ゴールだ。
多分大丈夫、入れたタイミングはバッチリ。ただ上が魔界ゲートってのは大っ嫌い。大丈夫だと思うけど、あ、すいません、上が魔界ゲートだとやっぱやべえのかな。完璧なタイミングでぶち込んだはずだけど、あ、弱攻撃です。え、もうガロこれだけ、え、ちょっと待って、演者でさ、登場してから4ヶ月以上経つのに牙の攻撃が始まった瞬間に弱中強を判別できない演者っているの？いるの？いないよな。あ、でも勝つとは限んねえんだ。で、弱攻撃の時はぶっ飛ばされずにここで継続が多いです。逆に食らったらちょっとビビってください。だから剣にパワーを貯めたら弱、これ初代と一緒、黒竜出したら大魔獣人としてで、今日剣にパワーでも黒竜でもなかったら中って覚えるとすげえ分かりやすい。お分かりいただけただろうか。すげえ分かりやすい。いった、4だったらな。であれどこで言っても一緒だよっていう人もいるけど、そういう人は普通に消化していいと思います。いった、いったって思って打ちたいんだよね。なんだ、俺の金なんだ。多分セーフ、上が魔獣だから。じゃあ魔界行こうか。継続時の2割ぐらいがお助けかなって思ってる。守れ、空より遅い。ああ、これ星さんガーゴイ2になるから、1度で魔界ゲートからホラーが出てきたら、魔獣ゲートから出てきたホラーよりもチャンスだと思っていいと思います。はい、バイバイ。ズッパーフェクトなタイミング、2だけど、2だけど今のはいただきマンモスですよ。これは終わんない。ありがとうございます、レインボー。ほら、ここ絶対使ってほしいんですよ。オールマカイ、俺言ったよね、 V 入った瞬間にモルタ2でも絶対行くっつったらこれよ。いった、大丈夫大丈夫。ああ大丈夫です、魔人亀だから。じゃあ魔人行こうか。魔人亀は一番安心ですよ。死ぬことはありますけど、僕の中でこの時点で 90% です。はい、OK。 ここも使ってね。ちょっと早い、 0.2 秒早い。これは上がらない、大丈夫だと。じゃあ魔界攻撃ゲート行こうか。多分大丈夫ですよ、 90% あるもん。俺の中で上魔人は 90% だから、上魔界は 70% だから。勇気を浸透するホラー星さんで、ダンタリアンはあれね、あ、1ですね。ダンタリアンなんですけど、どのシリーズだったかな、レッドレクイムかな。こいつダンタリアンはね、レッドレクイムなんかでこいつが星いくつだかで出てくると死亡確定っていうのがあったんですよ。あのね、唯一ダンタリアンだけ、ガロシリーズって絶対に死ぬ相手っていないんだけど、唯一どっかのシリーズのダンタリアンだけこの星いくつかで出てきたら死亡確定っていうのがありました。騎馬外伝だったかな、違うな、レッドレクイムだったと思う。勝率 0% の状態がありましたよ、ダンタリアンだけ。ちょっと早い、そのといった、あ、エンディングだ。ちょっと早かった気がしたけど、言ってくれた。そしたら次、競馬だ、競馬か。魔界レース行きます。で、魔界レースは8で当たれば継続濃厚です。1で当たれば継続の期待度アップ。 OK、 もたついた。で、チャンスアップはまずガロが逃げること、ガロの強さにも注目です。で、バロンが一番弱くて、ダンとゼロはセットで出てきます。キバが一番強くて、プッシュでどこに来るか、ゼロダンだから、バロンかキバが相手だったらチャンスだと思います。
負けることはあるようです。自分よりガラより下にいるキャラに負けることはあるようで、この後逃げてれば、ああダメだ、チャンスアップじゃない。キバかバロンなら激アツだから多分ゼロが来る。はい、バロンだ。これなら多分勝てます。ただあのさっきの強さ見てもらうと、上にダンとゼロがいて、バロンとキバが下で、バロンの方が下にいたから継続期待度はかなり高いと思うんだけど、これで負けることがあるようです。ただ大丈夫だと思ってます。やった。え、いや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 、大丈夫だろう。あ、でも赤い月なかったっけ。終わんの、まあ、自分より弱いやつに負けんなよ。マジで終わんの。まあ終わるんだったら終わるでちょっと見てみたいけど。じゃああの強さの 上下って何やねん、意味あんのか。今回のじゃあなんでいちいち上にいるやつが変わるのよ。ピシャン、終わりますね。終わりますね。死にたい、死にたい。しかもバロン一番弱いのに負けんなよ。まあ負けた要因としては逃げてなかったし、確か赤い月もなかったからかな。じゃああの強さもさ、別に一番上が牙でゼロでダンでバロンにしときゃよくね。なんで一番いつも一番上にいるキャラが変わるんだろう。はい、というわけで店内巡回でございます。まずスロットコーナーなんですが、なんかまあジャグラーのオールがあるらしく、多分ファンキージャグラー初代の方がオールですね。全です。2台あい、あ、ここ空いてるけど多分ここもここから跳ねるでしょうね。今日ここが塊ですね。ねえ、こちらはちょっと元気がないんですけども、10月周年、10月が周年誕生月なんですよ。で10月の27日がお誕生日だそうです。10周年で妖精さんからスロットも絶対めちゃめちゃ頑張るからって声を聞いてます。10月27が誕生日ね。で10月26僕散歩に来ます。だから誕生日前夜祭ジャイロお散歩、27日が誕生日。頑張るって言ってて正直お客さんの方がそこまででもないんですよ。じゃあダメかって言ったら、この頑張るっていう時が一番美味しいのはねえ。だって両前引けなきゃダメって昨日なんかプロジェクト J で言われたけど、競争率が低くていい台がある可能性が高いんで、27ちょっと来てみてほしい。俺来ようかな、休みだし。多分ね、あの角のゲンライトはいいんだよ、ここ。あとしっかり細かく見ていくと、セカツヨもこれボーダーラインぐらいはあって、これかバサラがね、ここ割と左綺麗なんだよね。ただニューギーさんのね、ここのここ打ってみないと分かんないけど、ここも頑張って。今日ねライトコーナーそれなりにおってのがありましたね。あとモモキュンだったり、あと多分このシンフォも左の方がいいかなね。おそらくあの冬ソナが6っぽくて、こちらの鬼武者からは6角が出てると、ね、こっちもミドル、ライトミドルコーナーですが、多分今はここよりここでしょうね。ここにお客さんを欲しつけたいなと思ってるっぽくて、ユニコーンもちょっとさっき空いてる時に見たんだけど、他のお店よりは全然良かったです。あの中央の部分もしっかりプラスで、他の部分も良かったんで、これもユニコーンは全然悪くないと思います。無双もね、やっぱ左綺麗なんだよな。で今日ガロはメリハリがあって、角と角さんが良かったと思います。ここも悪くはなかったですけどね。あとはできれば無双3が結構動いてたんで、もう少し頑張れると思うんですよね、無双3。だから妖精さん、ちょっと26日僕が散歩する来る時、無双3も頑張って見てほしいですね。結構ね動いてるのよ、無双3ファンいるんだよ、いるんだよねこの店で。あとここの台の人が結構粘ってたけどね、ずっと粘ってたよね。でやっぱ左は綺麗だよね。左がとあるの左は他の店より綺麗なので、さすがにね26日僕前夜祭でお散歩、27日誕生日でめちゃくちゃ頑張るって話なんで、本当に26日ね、とにかくまずこのコース、このコース妖精さんここバシッと止めよう、まずでここバシッと止めてからそっちそっちそっちみたいな感じでね、よろしくお願いします。ではエンディングへ。はい、お疲れ様です。実践終了です。
投資が67,500円、まあ厳密に言うとチョダマ5000発プラス現金投資で47,500円、回収出玉が18,669個で、サダマプラス1794個、サダマ的にはプラスですが、実はこれ収支的にはちょっとマイナスです。でもチョダマで5000発打ってる分あったんで、チョダマ5000発これで2000円分浮かせてられるんですね。だから今日の収支的にはトプラス1000ホニャララでございます。でガロの総括はもう大丈夫か。一応あの実戦中に初代モードのゲートの種類で一番上にあるやつに注目って言ったと思うけど、あれ僕個人の思い込みですので裏は取れてませんが、僕の中で上にマジンゲートは本当に9割方連チャンしてるんですよ。マジ終わんねえ。で上に魔界ゲートが結構死んで、上マジはぼちぼちって感じですね。ちょっと皆さんも注目してみてください。これが合ってるか間違ってるかは実は僕そんなに問題じゃなくて、思い込みたいんですよ。だって怖いじゃん。やっとさ、なんつうの、2分の1に受からなかったら300玉ちょいので終わってしまうガロちゃんでさ、ポンってきてそのゲートの周りで、あー怖え、大丈夫かな大丈夫かなって思ってる時に、いや一番上が魔人だから大丈夫みたいな、そんな思い込みがね僕を強くするんですよ。だから合ってるか間違ってるかより思い込みで打ってって、これなら絶対大丈夫って言って、逆にうわこれやべえっつって終わった時の自分の心の保険をかけておく。終わった時に、あ分かってたよ、魔界ゲートが上だったからでしょ、逆に魔人ゲートが上だったら大丈夫大丈夫大丈夫って心に言い聞かせてやるともっと楽しく打てます。はい、総括ですけども、久々のお散歩だったんですが、前回お邪魔した時よりだいぶ朝の並びもね弱まっちゃってて、お店としては僕を呼んだ理由がもう一回お客さんをつけたいと、だから頑張りたいというところはあったと思うんですよ。で僕も最初はちょっとうーんと思ったけど、ところどころね頑張りは見えたので、可能性は十分あると思う。お店だとこっから伸びていく可能性がね。次26日に僕お散歩に来て、27日が10周年のお誕生日ということで、この2日間盛り上げると妖精さんが約束しております。約束をたがえることのないようにお願いします。本当この2日間本当に頑張っていただきたいですね。26日27日、どちらの日も、26日は僕が散歩に来るし、27日は10周年、特にスロットコーナーもがっつり頑張るということなので、2日間大いに期待してください。じゃあ26日来たら何を狙えばいいのって話なんだけど、設定付きだったり、あのライ設定付きだったり、ライトミドルがあるコーナー、あとは僕が今日朝一行ったガロとかがあるミドルコーナー、この2つだと思います。まずここを見てください。その後海コーナー見たりとか、でもしくは両番だったらジャグラー行ったり、番長窓かつここら辺かな、僕の予想ですけどね。はい、ということで今回久々の東大阪市でお散歩しましたが、まあ、なかなかにいい一日ではございました。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。あれ、ガロの話。あ、はい。はい、お疲れ様です。はい。もういいよ。たまんね、セックスして。